天狗倉山は、紀伊山地帯鉱山脈南部の三重県を追わせと、北室郡北町にまたがる、標高522メートルの山。西側に隣接する美西山との安部の、馬越峠を世界遺産の熊野古道伊勢路が通る。南斜面の一部に、自然林が残り、山域の多くが、ヒノキの植林地となっている。酸性マグマの巨大な溶岩湖が冷却。 行古した熊野山西岩城にあり、これらの河口半岩が随所で露出している。山頂は一枚岩の岩盤となっていて、二重の岩場で中央の花を外縁の葉が取り囲むハの花に例えられている。その巨石の下には大きな洞窟のようなくぼみがある。明治二十二年に編纂された北室群誌で深さ幾広なる踊るべからず、里人これを天狗の岩やトイフとあり、古希では 天狗岩と記されている。山頂の大岩の前に、縁のおずぬが祀られた、レンガ作りの祠がある。山頂の東北東約300メートルの最高点に、大瀬中継局の電波塔が設置されている。南山腹にある岩屋道石仏家は、1971年12月16日に、大瀬市の民族文化財の指定を受けている。天狗倉山から東に伸びるお根じに、 紀州藩が解剖に利用していた気北町指定文化財の小山浦、のろシバートがある。熊野古道の馬越峠までの山道は、石畳道として整備されている。馬越峠には茶屋と休憩所、下陵園五毛津の区比がある。馬越峠から山頂への以下の登山道が整備されていて、北の気北町側と南の尾瀬市側からのコースがある。山頂部には、 右回りの道と左回りの道があり、山頂から、大和瀬湾、大和瀬市街地、広報山などの山並みを見渡すことができる。山頂の大岩に登るためのはしごが設置されていて、岩の上からは北側の視界が明け、大高山脈の大大ヶ原山などの山並みを見渡すことができる。南側の岩宿を経て、山頂の東側に至るコースもある。 便石山を経て馬越峠から天狗倉山に登頂するコースもある。山頂の1 2トルほど東に、おちょぼ岩と呼ばれる展望台となる露出した巨石があり、登山道が整備されている。太平洋側銀半島の大浅湾に面する温暖な地域にある。銚子川の支流などの大浅湾へ流れる河川の源流となる山である。周辺の主要な山を以下に示す。 小汗市街から見上げると、馬越峠を挟んで西側に隣接する美西山と手をつないでいるように見える。山頂の東 1.1km の稜線上に山東三角点が設置されている。熊野古道伊勢路の馬越峠、東海旅客鉄道規制本線の小汗駅の北東 2.3km に位置する。帰省本線が北山六と西側の山域を通り、北山福で、 富士の木トンネルが貫通し、馬越峠の西側で、尾汗トンネルが貫通する。三重交通南紀営業所尾汗長島線のバス停、和紙下の南 1.4km に位置する。規制自動車道尾汗北インターチェンジの東北東に、キロメートルに位置し、馬越峠の西側で、馬越トンネルが貫通する。北側の山麓や山腹に国道42号が通り、 馬越峠の西側で、大和瀬トンネルが貫通する。1888年3月に、東山北に、旧宮山町と大和瀬市を結ぶ第8社が通行できる、猪のし水平道が開通し、現在、紀北町側の一部区間が、三重県道155号海山を大和瀬港線として、車両通行可能で、大和瀬川の道は、歩道となっている。北側の山域などには、 林道が敷設されている。ありがとうございます。